テラフォーミングマーズは、スウェーデンのフリックスゲームズ社がデザインし、アメリカのストロングホールドゲームズ社より2016年に発売された、ボードゲーム。2017年ドイツゲーム大賞受賞。ゲームデザインは、ヤーコップフリックセリウス。日本語版は2017年に、アークライトより発売された。近未来を舞台に、各プレイヤーは火星へ投資する企業となって、 火星のテラフォーミングを推進し、ゲーム終了時に最も勝利点を稼いだプレイヤーが勝者となる。プレイ人数は1から5名。なお、多人数プレイ時と一人プレイ時とでは、初期パラメータと終了条件に若干の相違がある。全プレイヤーが共有するパラメータとして、火星の気温、酸素濃度、海洋面積率の3種があり、これらを上昇させることで、 勝利点を稼ぐことができる。ただし、グローバルパラメータが3種ともゲーム内で設定された最大値に達するとゲーム終了となる。グローバルパラメータを上昇させるには資金や資材を投資してプロジェクトを実行する必要がある。具体的には所持金や手持ちの資材を支払って手札もしくはゲーム場面に描かれた標準プロジェクトをプレイすることになる。 なおプロジェクトカードを新たに手に入れるにも、所持金を支払う必要がある。プロジェクトカードの中には、プレイすることで直接勝利点を得られるカードも存在する。また、特定の条件を満たすと、ゲーム終了時に勝利点ボーナスを得られる、称号と、報奨がある。称号及び報奨は、それぞれ5種ずつあるが、ゲーム開始時には全て無効であり、プレイヤーが、 所持金を支払うことで、それぞれ最大3種まで有効化できる。ただし一人のプレイヤーが有効化できる称号と報奨は、それぞれ一種のみである。称号は有効化したプレイヤーのみ得られる、早いもの勝ちのボーナスだが、報奨は、ゲーム終了時の状態を参照して、上位のプレイヤーが得られるボーナスであり、有効化したプレイヤーが必ず得られるとは限らない。プレイヤーが、 テラフォーミングに貢献した度合いを示すパラメータとして TR があり、これは勝利点の基礎値であると同時に、プレイヤーの現金収入の基準値でもある。グローバルパラメータを上昇させると TR も上昇する。テラフォーミングマーズにおいてゲーム内時間は世代と呼ばれる単位で管理される。一般的なゲームと異なり、全プレイヤーの哲いが一巡することと一回分の 世代は同一ではない。基本セットにおいて世代は以下の4フェーズで構成される。拡張セットで新たなフェーズが追加される場合は、その拡張セットの指示に従って処理する。手番順フェーズ研究開発フェーズアクションフェーズコストを支払い、主札を1枚プレイする。コストを支払い、ゲーム版に書かれた標準アクションのいずれかを1つプレイする。コストを支払い、自分の場に置かれた。 青いプロジェクトカードのアクションを一つプレイする。プレイしたカードは次の世代まで使えなくなる。コストを支払い、称号を一つ獲得する。コストを支払い、報奨を一つ設立する。植物資源発行を支払い、緑地タイルをゲーム版に配置する。この時、可能な限り、自分に領有権があるタイルに隣接するよう配置し、新たに配置した緑地タイルにも領有権を示す。 プレイヤーマーカーを置く。発熱資源8個を支払い、温度マーカーを一段階上昇させる。算出フェーズ所有する電力をすべて発熱に変換する。すなわち電力は次の世代へ持ち越せない。使用済みの青いプロジェクトカードをリセットする。算出量に応じた核資源を獲得する。現金は自身のプレイヤーマーカーが置かれている t r 表の値に プレイヤーボード上の修正値を加えた数値が収入となる。その他の資源はプレイヤーボード上に示された算出量の数値だけ獲得する。勝利点を計算する前に各プレイヤーは手番順に植物発根を緑地タイルへ変換し配置して良い。緑地タイルの配置に伴う各種の処理はゲームの進行中と同様に行う。続いて、各 プレイヤーごとに勝利点の計算を行い、最高点を獲得したプレイヤーがゲームの勝者となる。勝利点は TR、称号、すべての報奨緑地タイルの数、自分の場に置かれたカードの上にある資源の数、自分の場に置かれたカードに記述された勝利点の合計となる。プレイされなかった手札の勝利点や、プレイヤーボード上の現金を含む資源の数、 資源の算出量は原則として数えないが、勝利点が同点の場合は所持金の多い方が勝者となる。一人プレイの場合、第14世代終了までに3種のグローバル、パラメータをすべて最大値にすることが目標となり、勝利点を直接の目標とはしていない。しかしグローバルパラメータを上昇させることは、勝利点を稼ぐことでもあるため、 高得点を狙うことが目標達成の目安となる。金表記は日本語版ルールブックより、サポート、テラフォーミングマーズルールについて、ありがとうございます。